わお、終わったの？次の仕事が待ってるわよ。え、これが最後じゃなかったんですか？ブラックドッグが逃げたわ。実験室の重要装置まで持ち出して。なんだって？あなたが連れてきたんだからね、責任を取ってもらわないと。はい、わかりました。データ更新、目標はブラックドッグ、窃盗記録が追加されました。奴が何を盗んだのか知らないけど、博士の言い方が気になるな。装置はね、とても危険なの。危険？とにかく早く捕まえて装置を取り戻して。急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。急いでちょうだい。盗まれた装置はね、とても危険なの。博士、ちょっとお聞きしたいんですけど、盗まれたのはタイムリバースに関係あるものですか？ハガードで似たような経験がありましたが、あの時は自分の意思でタイムリバースさせていました。あなたの言う通り、あれはタイムエンジンのプロトタイプなの。あんな危険なものがならず者の手に渡ってしまうなんて。どうやらエンジンを起動させたみたいね。そのせいで私たちの時間軸が未知の循環に取り込まれてしまった。実験室で逆方向のタイムエンジンを起動して、私とあなたの時間軸を同期させないと。連絡を密にね。どうしてあなたはタイムリバースの影響を受けないのかしら。ハガードの人はどんな小細工をしたの？すみません、何もわからないんです。まあいいわ。あなたの話からすると、ブラックドッグが処刑された件は
今回のトリガーノードだって言えるわね。その結果を変えなければ時間はそこで止まり、永遠にループし続ける。時間のブラックホールのようにね。抜け出すにはブラックドッグを助けてタイムエンジンを回収するまでよ。私にできるのはここまで。頑張ってね博士。これで29回目です。もうたった29回でしょ。あえて言うけど、ハガードの研究レポートには実験事故の記録が残っているわ。15,532 回もタイムリバースして、その度2週間続いたとかね。さあ、無駄話はここまで。まだ面倒事は片付いていないわ。でもあのラベンジャー、俺を見たらすぐにブラックドッグを。見つからなければいいのよ。頭を使って、その脳みそ、綿が潜入ルートを考えてあなたのマップに同期しておいたわ。ほっ、よっ、こまれか。そんな冷てえこと言わずに。お前たちは命の恩人だ。俺が偉くなったらこの借りは絶対返すからよ。あなたが盗んだものは？ものはここにある。言っとくけど、指一本触れてねえからな。あ、ちょっと押してみたかも。ミアは、今回は確かに博士が悪いと思います。許してやってもいいけど、この辺をうろちょろするのはやめた方がいい。また彼女に捕まったら。わかった、出ていくよ。めちゃくそ遠くに行ってやる。見つかった、早くしてね。帰りなさい。それ無事に回収しました。そう、タイムリバースを体験したご感想は？ブラックドッグを救えなかったらずっとあそこに閉じ込められたままだったんですよね。そうとも限らないわ。これは実証実験用の小型タイムエンジンだから影響範囲が狭い。理論的に考えれば、十分な距離を取れば影響力は消える。もしくは、私みたいに逆方向に作用するタイムエンジンを使って時空の波動を相殺するの。タイムルインズみたいに自分の時間軸を単独で切り離せばいいのよ。タイムルインズって一体何なんですか？あら、ハガードの人たちに教えてもらわなかった？チャンスがあれば直接聞いてみるといいわ。あら、やだ、わざわざ行かなくても腐肉を追うハエみたいなのが向こうから飛び込んできた。
クレア、やっぱり君か。あら、フランツじゃない。あなたを招待した覚えはないけど。おい、もうちょっとおとなしくできないのか。いくらエルリックが君の研究を黙認していると言っても、ここまで派手な時空の波動を起こすのはまずい。ちょっとしたアクシデントよ。言いたいことはそれだけ。他に用がないのならお引き取りを。私そろそろ休みたいの。あれは危険だ、クレア。俺たちは経験者だ。君だって制御不能になればどうなるか分かってるだろう。どうなるか。その結果が今私たちの目の前にあるじゃない。はあ、もうあれから50年だよ。なあクレア、君だってずっと50年前にとどまってるわけにはいかない。失わざるを得ないものもある。手放す努力をしてみたらどうだい。あの頃のあなたはそんなにおしゃべりじゃなかったわ。フランツ主任、私は50年前のあなたの方が好き。クレア、俺が今日来たのは喧嘩するためじゃない。君の性格は俺だってよくわかってるさ。ハガードだ。エルリックが君に会いたがってる。私に会いたいですって。あの人たちと話すことなんて何もないわ。立場は違っても、みんな解決方法を探してるのは同じだ。過去に誤解や行き違いがあったかもしれないが。誤解や行き違い？それがあの人たちの言い分なの？それが異分子を排除するための口実ってわけ？クレア、彼らは確かに君に申し訳ないことをした。でもあの状況では仕方なかったんだよ。いくらゴタクを並べたところで、もう悪の張本人はいない。残った人間は知らぬ存ぜぬを通せるってこと？俺はただずっと誤解したままじゃ良くないと思ってるだけ。君とルーンは二人ともドクターヘンリーの愛弟子だっただろ。じゃあルーンを返してよ。彼をあんな忌々しい実験に参加させないでよ。ごめん、クレア。俺はただ伝言を預かっただけさ。君も知っての通り、アイダのこの動きが近頃活発化してる。エルリックは心配なんだ。へえ、矢面に立たされたら急に私を思い出したってわけ。でもどんなに忠実な犬でも、意味もなく蹴られ続けたら牙をむき出すものよ。あなたが私の立場ならどうする？俺？尻尾を巻いて逃げ出すだろうね。それはなかなか扱いやすいワンちゃんね。親愛なるフランツ主任、エルリックに伝えてちょうだい。尋ねには行く。でもだからといって私があなたたちを許したわけじゃないって。ありがとう、クレア。あんな汚い世界になんか最初から足を踏み入れるんじゃなかった。恥ずかしいところを見せてしまったわね。あなたはきちんと約束を果たした。だからアストロナジーをあげるわ。でもオムニアムタワーであなたを待ってる人がいるとか。安全にはくれぐれも注意することね。Thank you.
しみましょう。ナビア・オムニアームタワーの停止に成功。ハガードに報告できます。
士、ハガードは十分な誠意を見せました。協力を。誤解しないでちょうだい。ここに来たのはあなたたちが過去にしたことについて聞くためよ。どれだけ時を経ても賢くはなってないみたいね。残念だわ。次に会うときはその高慢ちきな顔を見たくないわ。次があればの話だけど。博士、あなたとエルリックさんは。驚かせて悪かったわ。さっきの話ですけど、ハガードは昔何をしたんです？あら、我らがエルリック様から何も聞いてないの？不義理をしてるのは私にだけじゃないよね。答えが欲しいなら直接本人に聞けば。私はとにかく今すぐここを離れたいの。エルリックさん。博士の言う通りだ。ハガードは多くの誤った決断を下してきた。厄災に見舞われる世界を前に懸命に力を尽くそうともした。だがそんな努力も全て徒労に終わっていた。足元にある大地はこの世界のほんの一部に過ぎないからな。全ては変わり果てたのだ。我々はオムニアムを発見し利用したのだ。傲慢にもオムニアムを制したと思った。輝かしい未来が来ると無邪気にも信じたのだ。だがそれは恐ろしい過ちだった。50年ほど前、原因不明のイカ現象が至るところで発生し始めた。後にオムニアムの放射によるものと分かったが、時すでに遅し。全てを取り戻すべく我々は闇に眠る禁忌を犯すことにした。オムニアムで時空構造に干渉し、タイムラインの一部を抹消したり、逆回転がうまくいかなかった。我々は時間に見捨てられた人類だ。すまない、隠すつもりはなかった。だが過去のことは外の人間には話しづらくてね。オムニアムの特性の多くは我々の理解を超えている。その中でも最も難解なのが時空構造の安全性に対する影響についてだ。簡潔に言えば、オムニアムには時空の逆転、ひいては時空の歪曲すら引き起こす力がある。つまりタイムリバースってことですか？タイムリバースはその最も分かりやすい特性の一つに過ぎない。それはつまりタイムライン上の現在に属するある一点を過去の位置に引き戻すというものだ。タイムリバースを引き起こした個体が今のタイムラインから飛び出す濃度を見つけたとする。するとその個体は物事の進む方向を変え、新たなタイムラインを作り出すことができる。その話はドクター・クレアから聞きました。彼女と夫のルーンはかつてハガードの上級研究員だった。この分野に関してはプロだ。そして私は彼らのプロジェクトリーダーを務めていた。
我々は長年の仕事仲間だ。あの時、私たちはその発見がもたらす無限の可能性に希望を抱いていた。みんな疲れも知らずに働き、新しい研究成果を得ようと躍起になっていた。だが、その時点では自分たちの研究がこの世界にとてつもない影響を与えるなどとは思ってもみなかった。歯車が狂い始めたのは1回目のタイムリバースが成功した後だ。当時の第9地区のオフィサーカールが過激な実験プランを提案してきた。カールはプロジェクトチームの中から志願者を募って実験に参加させようとした。だがドクター・ヘンリーは安全性とリスクの観点からカールの提案を拒否した。プロジェクトは一旦ストップした。だがその後さまざまなことが起きて、結局最後にはカールがドクター・ヘンリーを説き伏せた。しかも彼らはクレアに黙って彼女の夫ルーンに会い、実験に志願するよう勧めた。その結果実験は失敗した。そうだ、50年前のアクシデントでルーンは時間の荒波に飲み込まれた。そしてクレアもここを出ていった。博士がどうしてあんな態度を取るのかやっと分かりました。タイムリバースの技術開発が進むと、カールは我々に大胆な考えを示すようになった。タイムライン上で折り返したり移動したりできるようになれば、理論的には時間の束縛から完全に自由になれる。我々はいかなる時間、いかなる地点にも行ける。そこには時間の因果律は存在しない。我々にとってはもはや過去も未来もない。永遠に現在にとどまるだけ。そしてその現在は永遠だ。つまりあなたと博士は50年前の話をしていたんですね。でも二人ともとても若く見えますが。ああ、私たちの時間は永遠に過去にとどまっている。だが君たちは今この瞬間も前に進んでいる。それがカールの望んだことなんですか？時間を司り全てを掌握するというカールの夢は実現できたことはなかった。私たちのように過去にとどまる者たちは永遠ではなく永遠に縛り付けられているに過ぎない。永遠の中の一秒から金輪際抜け出すことはできない。大厄災がどういうものだったか教えていただけますか？私はあれを第二次タイムリバースと呼んでいる。我々はあの無謀な賭けに負けたのだ。初めてのタイムリバースの後、我々はさらなる研究や実験を進め、タイムルインズをいくつも作った。タイムルインズに逆方向のタイムエンジンを取り付け、タイムリバースによって生じる時空の乱れを相殺しようとした。それがリスクヘッジのために用意したプラン B だった。その後のことは君がさっき見た通りだ。オムニアム放射線が漏れ、事態は急速に悪化した。その対応策としてカールは第二次タイムリバースを決行した。だが様々な理由でタイムリバースは失敗に終わった。時空の乱流が我々の世界を欲しいままにねじ曲げ、都市や文明が忽然と消えた。つまり時空の乱流が陸地や文明のほとんどを消し去ったということですか？あるいは消されたのは私たちの方かもしれない。我々が元の世界から切り離されたのだ。我々は自分たちがオムニアムを理解し掌握していると思い込み、
自らの傲慢さや愚かさから目を背けていた。タイムリバースが失敗した原因は？残された観測データによれば、誰かがタイムエンジンを起動する際にパラメーターを改ざんしたようだ。意図的に改ざんされたんですか？アイダの子だ。奴らは決してオムニアムに反対する烏合の衆ではない。あの謎めいたサーガもオムニアム時空の特性を我々以上に理解している。私は疑ってすらいるのだよ。奴こそが最も永遠に近づいた人間なのではないかと。ハガードはタイムリバースの技術を使いこなせるんですよね。それならなぜもう一度逆回転を起こして第二次タイムリバースの失敗を挽回しないんですか？静かな池に石を投げ込むと水しぶきや波紋が起こる。その時どうすれば池を穏やかにできると思う？わかりません。第二、第三の石を投げ込んでも意味はない。水面が自然と穏やかになるのを待つ。それが正解だ。我々も最大限力は尽くす。この世界をオムニアムの危険から守る準備ができ次第、次のタイムリバースの検討に入るつもりだ。これで事の次第は十分理解できたはずだ。これからは自分が何のために働いているかよく考えて行動してほしい。まだ停止していないオムニアムタワーが2カ所ある。謎のサーガが何を企んでいるかもわからない。我々に残された時間はもうわずかだ。次の目的地はキリオン鉱山のオムニアムタワーだ。だが近頃あそこでは奇妙な病が流行していると聞く。鉱山のボスはジンという男だ。彼とは長年仕事上の付き合いがある。彼に助けを求めるといい。フランツさんはすぐには動けない。だが手元の仕事が終わり次第、鉱山で君と落ち合う予定だ。近頃アイダの子は鉱山での活動を活発化させているようだ。任務遂行の際は十分注意してもらいたい。良い知らせを待っている。